こからどうか、どう持っていくか、パスをつないでいきます。 FC バルセロナ左サイドを使う、ニヤニヤげた、コントロールシュート、ミラクルゴール、均衡を破ったのは FC バルセロナ。今のプレーをもう一度、ビジャ、ここはきっちり決めてきましたね。パスを出します。ここはワンツーで抜けます。辰巳、ボールを離しません。ダッシュパスカット、パスをつなぎます。守りました辰巳、平塚、ボールを回していきます。アムステルダム FC、 右から崩します。ファーサイドに上がる、追いつきました。リプレイが出ます。グラフ、絶妙なタイミングで上げてきました。ピケ、危ないところを防ぎます。テクニカルタックル、通るか、それではリプレイを見てみましょう。アレマール、ここはきっちり決めてきましたね。今優勝が決定しました。チームメイトが一つになって喜びを分かち合っています。ついに栄光の優勝カップを手に入れました。サポーターとともにこの喜びの瞬間を分かち合います。本日はアムステルダム FC 優勝の模様をお送りしました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。さあ、選手たちが入場してきます。ダラン、フォーメーションです。これに対しますアムステルダム FC、 これが予想される並びです。辰巳、彼のドリブルは非常に魅力があります。ディフェンス防ぎました。アムステルダム FC、 ここは左へ。鬼重、ボールを回していきます。アムステルダム FC、 右へ出します。来た、アムステルダム FC、 0対0で迎えたこの時間、ついに沈黙を破る一発が出ました。リプレイが出ます。アデマール、うまくフィニッシュまで持っていきました。テクニカルドリブル、ここで長いホイッスル。アムステルダム FC、 ゲームを制しました。
皆さんこんにちは。天気は晴れ、新緑が目に映えます。SC マンチェスター対アムステルダム FC ヨーロッパチャンピオンシップ決勝、実況八塚博史でお送りします。グラウンド上に選手たちが入ってきました。 SC マンチェスター、これが予想されるフォーメーションです。対しますはアムステルダム FC、 予想フォーメーションです。平塚、彼が攻撃の中心となってチームをまとめます。パスをつなぎます。ブラーメン、ナイスカット、うまく守りました。テクニカルトラップ、捉えきれませんでした。今のさあフリーキックです。ダイレクト、決まりました。グラーフ、見事に先制ゴールを決めました。それではリプレイを見てみましょう。グラーフ、チャンスを逃さずしっかりと決めましたね。ディフェンス頑張ります。ここで長いホイッスル。アムステルダム FC、 この瞬間に優勝決定。また1ページ、チームの歴史に刻み込みました。ついに栄光の優勝カップを手に入れました。サポーターとともにこの喜びの瞬間を分かち合います。本日はアムステルダム FC 優勝を決めた試合をお送りしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。